最初に、カイルが持っていた赤いクリップ交換を重ねて最後に、手に入れたいカイル・マクドナルドは、カナダ、ブリティッシュコロンビア州、ベルから生まれのカナダ人。インターネット上で、赤いペーパークリップをぶつぶつ交換し、マイホームを手に入れるという、赤いペーパークリッププロジェクトを始めた人物である。彼は、子供の頃から、もっと大きくて、もっと良いものと呼ぶ交換ゲームのイメージを抱いていたという、 カイルは2005年7月12日にインターネットの物々交換サイトクレーグスリストに赤いペーパークリップとの交換のメッセージを掲載。これを1年後の2006年7月12日までに一戸建ての家にまで交換していきたいと希望した。彼の交換の足取りは赤いペーパークリップに掲載されている。カイルはブリティッシュコロンビア大学で地理学を学び、 世界中の南極大陸を含む40の国々を旅してきた。彼の旅行体験の中には、シドニーで、スクーターで、ピザの配達、西オーストラリアで、オフロードバイクでの羊飼いの仕事、タイのバンコクでの偽イタリア人、サッカー選手、カンボジアでは、機関銃を撃ちまくり、エクアドルのガラパゴス諸島では100枚のハガキを一度に、配達、3日間だけ、ノースウエスト巡守。 イエローナイフに引っ越し、有名な北極熊の形をしたナンバープレートを手に入れた。そして、旅に出て1年目に当たる2006年7月12日、サスカチュワン州のキプリングで俳優コービンバーンセンの映画に出演する権利と引き換えにキプリングから2階建ての一軒家を手に入れた。マクドナルドは同志の1日市長に任命される予定。またしは、 世界最大の赤いクリップを制作するとも発表している。カイルの交換は CBC、CNN、バンクーバーのラジオ局 G4 テック TV、カナダ、その他の地方局や外国のメディアなどで紹介された。特にキルシスインターナショナルカーニバルソサイティは彼の大ファンでサイトには彼のコーナーも設けている。彼は日本でフジテレビの奇跡体験。 アンビリバボーにも2006年6月8日に出演した。2008年12月25日の同番組、アンビリ奇跡の瞬間102時間スペシャルでもイルが、紹介された。ありがとうございます。